戦場に到着。ウォーミングアップの代わりにする。やっと、チャンスよ。素材習得。総員集合、出撃。目標地点確認。目標地点確認。素材回収完了。総員集合、出撃。舐められているよ。せっ、やっと、素材回収完了。目標地点確認。目標地点確認。よそ見せず前に進みなさい。セット、素材回収完了。時間がない、急ぐわよ。目標地点確認。総員集合、出撃。素材回収完了。時間がない、急ぐわよ。
やっ、逃がさない。素材回収完了。足元に気をつけて、警戒するように。目標地点確認。素材回収完了。セット。でも私たちが使っているのは崩壊エネルギー通信機よ。この技術をまだ使えるのって一体。あなたの通信機でそのチャンネルをキャッチして。ようこそ天上の人、君が訪ねてきた目的を当ててみようか。人の声。メイ、あちらは私たちの会話が聞こえているのかしら。いいえ、彼のマイクはオフにしてあります。進捗？やはりそうか。心配はない、すべてうまくいってるよ。ああ、言っても君にはわからないか。この声、おかしい、どこか聞き覚えがあるような。君に人類の言語を教えよう。最初に目標を理解すれば、その後も様々なことに代用が効く。すべての理解は言語から始まるんだ。私、この声を聞いたことあります。司教様、何か心当たりは？テレサさん？名前、名前、君にふさわしい名前。この声は彼よ。司教様？まさか。おじい様、おじい様よ、これはおじい様の声だわ。この私が間違えたりしない。そう、その声も話し方もおじい様だわ。
疲れ様。あの子かなり驚いたみたい。でも今は少し落ち着いたわ。鍛えられたのよ。昔の親友が子供みたいな人だったから。あの子と比べてキャロルはまだ大人な方よ。もうキャロル一人で十分困っているのに、あの子みたいにならないでよ。あなたのことを頼りにしているんだから。だから頭が痛いのよ。そういえばキャロルもそろそろ着く頃ね。無人機に乗ってセントフォンテーヌの上空から着陸することになっているわ。テスラ博士のアイデアでね、セントフォンテーヌのバリアの垂直応力範囲を確かめたいんですって。キャロルがどんなテスト装備を持ってくるかわからないけど、多分着陸はそううまくいかないと思うから、信号を受け取ったら迎えに行きましょう。それまではあの子とお話をしないとね。あの子はベルトさんの養子、ジョフリー・ジョイス・ヨーヨー。歴史の授業で第一次崩壊のことを勉強したわよね。あの事件で第一律者、断りの律者は誕生した。断りの律者は覚醒したけれど、崩壊エネルギーには支配されなかった。彼は当時の天命北米支部と共に天命を裏切り、ニューヨークを守るため犠牲になったわ。そして死の直前、彼は律者コアと名前をヨアヒムに預けたの。名前はベルト。一人目の断りの律者、ベルト・ジョイス。今ならあの子の正体がわかるんじゃないかしら。まさか。ベルト・ジョイスは1955年に亡くなったのよ。その息子さんがこんなに若いわけないでしょ。ジョイスさんは亡くなったけれど、ネゲントロピーの係屋が彼のクローンを作っていたの。それらクローンには当然ジョイスさんの記憶はなかったけれど、ある力を持っていた。生前のジョイスさんは第9の神の鍵、エデンの星を使っていた。だからクローンたちにも重力を操る力があったの。そのクローンは様々なトラブルを巻き起こしたわ。成人したクローンの大半は人格に問題があって、そのほとんどが狂人化したか死亡している。今はまだわからないわ。そうならないといいんだけれど。彼が天命に発見された時はまだ生後数ヶ月で、その後メルトさんが彼を引き取って実の息子として育てていくことになったの。このことは機密だから数人しか知らないわ。私もそのうちの一人だけど、長いことベルトさんと連絡を取っていなかったから忘れかけていたわ。さあジョイス君と話しましょう。彼がセントフォンテーヌで目にしたものはきっと全て貴重な手がかりになるわ。挨拶してあげて。大丈夫だから。あ、こんにちは。あの、僕のお父さんのことを知っているんですか？この子本当に礼儀正しいわね。まだ小さいのにきちんと敬語を使える子を久しぶりに見たわ。キャロルにも少し見習ってもらわなきゃ。お父さん、今どこにいるんだろう。きっと大丈夫ですよね。ええ、お父さんはすごい人で、いくつもの困難を乗り越えてきたんだから、きっと今回も大丈夫よ。ジョイス君、あなたの力が必要なの。何があったのか教えてくれるかな。情報が多ければきっとお父さんの居場所もすぐ分かるはずだから。あ、はい。数日前、お父さんとリニアモーターカーに乗ってここに来ました。降りた時は普通だったんです。
白いスーツの人が駅で僕たちを待っててホテルまで案内すると言ってきました。途中お父さんが運転手の人に泊まれって言って、詳しいことはよく覚えてないけど光が見えて僕とお父さんは橋の上にいて、車がたくさんあって人もたくさんいたけど、それが一気に消えたんです。空には怪物がいて、それは遠いところにもいました。お父さんたちが怪物たちを倒したら、すごく大きな怪獣が現れて、お父さんが僕を路地に連れて行って、怪物の注意をそらしてくるからここに隠れなさいって、ずっとそこでお父さんを待っていたんですけど、お父さんは帰ってこなくて、逆にあの怪獣が現れて驚いて逃げたら道に迷ってしまったんです。ここ数日はあの時お父さんに言われた場所を探していました。逃げるべきじゃなかった。お父さんの言うことを聞いて、そこでお父さんを待つべきだったんです。自分を責めないでジョイス君、その場にいたら危険だったわ。だから逃げることは正しい選択よ。ベルトさんだってあなたの無事を祈っているはずだわ。あなたは危険から無事逃げ延びた、それでいいのよ。自分を責めているわけじゃないんです。ただもしお父さんがあの場所に戻っていたら、きっといなくなった僕のことを心配するから。名誉おばさん、お兄さん、僕が言ったことは役に立ちそうですか？ええ、安心してジョイス君、きっとお父さんを連れ戻すって保証するわ。よく考えてから発言しなさいね。